ちょっとこの角度めっちゃ腕太く見えるんですけど、ケータ店長です。 KTC 放送局です。ちょっと減量を始めて、この角度腕めっちゃでかく見えるね。めちゃくちゃ画面暗いけど、久しぶりに、この暗さでお送りしたいと思います。そうです、僕の動画の当初は暗かったんです。照明の 真下にね、ロフトベッドが来ちゃってるんで、部屋の明かりをね、ほとんど遮ってしまうんですよ。はい。もうほぼ暗室ですね、この辺は。はい。腕太くて、なんかいい感じですね。最近腕めっちゃ太いんですよ。はい。で、まあ今日の動画なんですけども、まあ、テレビ、ワイドショーとかで、ちょっとよくね、耳にする言葉、僕の大嫌いなフレーズなんですけども、最近の若い子たちは何考えてるかわからないとかね、最近の若い子たちは本当ダメだなとかね、まあそのなんか最近の若い子たちは点点点的なフレーズって僕大嫌いなんですよ。僕自身若くないんですけど、今も昔もさほど変わんねえよ人間はっていうね、ことを僕昔から思ってて、まあそれはもちろん時代にね、合わせていろいろは人間は変化はしていきますけども、人間の本質なんて、もう今も昔もさほど変わらないんですよ。で、テレビとかでね、まあネットでもそうですけども、最近の若い子たちは点々点って言ってる人たちも、昔は言われてたんですよ、きっと。大人たちに。最近の若い子たちはってね、言われてた。で、言われてて嫌な思いしてた奴らが、大人になってから、今度ね、その時代の若い子たちに同じようなこと言っちゃってるんですよ。自分たちが言われてるから、言われてたからって、今の若い子たちに同じようなこと言っちゃダメっすよね。腹立ちますからね。最近の若い子たちはって一括りにされたりとか、なんか、そういう風に勘違いされちゃうと。で、最近よくね、バイトテロ、耳にする言葉ですよね。いろんな動画が、で回ってっていうか、そのバイトでちょっと追い出しちゃった動画を、まあ、SNS とかにアップしちゃって、それが炎上して、まあ、クビになってしまったりとか、ひどい場合にもしかしたら損害ね、ブランドイメージ損なったって損害賠償金にもなっちゃうのかもしれないですね。はい。まあでもそんなようなバイトテロっていう言葉が今結構耳にする機会増えたと思います。でその動画が結構やっぱワイドショーでも取り上げられて、なんかね、コンビニとかの霊ケースになんか入っちゃってるいたずら動画とか、なんかその、なんか飲食店のね、なんか食べ物を粗末に扱ったりとかしてる、で、ワーキャー、キャーキャーやってる動画ね、若い子たちが。そういう動画がワイドショーで取り上げられて、まあ、コメンテーターとかね、ネットの声とかで、何やってんだ最近の若いやつらはと。バカかと。もう本当にこのもう世も末だなって、日本のこの先は心配だよみたいなことを言うんですけども、ちょっと聞いてほしいんですけど、昔から同じようなことみんなやっていますよ。今の若い子たちだけじゃないですよ。このバイトテロ。バイトテロって言葉がついた、ってか名前がついたのは最近ですけども、昔からやってるよ。昔からバイトテロまがいなことはやってるっすよ。ただね、今携帯電話のカメラ機能が普及、まあ普及じゃねえ、発達したもんだから、それが世の中にね、出回るきっかけが増えただけで、昔から同じようなことをしてるっすよ。今の若い子たちは特別やってるわけじゃなくて、ただそれが動画ね、収められてアップされてるかされてないかの問題、それだけの違いであって、昔からあるよっていう、そういう話です。まあ僕、他の、すごい昔の動画でもやったんですけども、僕がコンビニの、コンビニのアルバイト時代ですね。高校生でしたね。高校2年生ぐらいの時にやってた、コンビニのアルバイト。もう時効だし、いいだろ。あ、じゃあ、K 君ってことにしましょう。僕というか、K 君ね。K 君が、高校2年生の時にやってたアルバイトの時の話なんですけども、もうむちゃくちゃでしたね。最近、むしろこれ動画にされちゃったら、これ多分、10万回くらい再生回数いくんじゃないのっていう、はい。だってまずコンビニの前ってよくヤンキーの中学生がたまるじゃないですか。地元のヤンキー中学生とかがよくたむろするじゃないですか、コンビニ前で。で、僕のコンビニもまあね、例によってヤンキー中学生軍団が、
まあ、毎日のようにたむろしてたんですよ、夜で。僕は夜バイト入ってたんで、学校が終わってから、まあもう行くともうすでにたむろしてるんですよね。ああ、でまあ仲良くなるじゃないですか。ああ、まあ地元の後輩たちなんで、で、もう僕らもう店番だるいからっつって、お前ら店番やっとけっつって、地元の中学生を店番っていうか、そのコンビニのレジに立たせてたんですね。はい、で僕らはバックヤードで休んでるっていう、まあ、僕らっていうか K 君か、はい、そういうスタイルでうちは営業してましたからね。はあ、もうこれ今動画撮られたら大変でしょ。わけのわからんヤンキー中学生のね、まあ基本的には女の子立たしてたんだけど、ヤンキー中学生とかね、ヤンキーの子たちって結構可愛い子多いから、あーこう前ら立っときゃ親父連中も喜ぶだろうっつって、ヤンキー中学生のね、ちょっとまあ顔の良さそうなやつをレジに立たして、おでん売らしたりね唐揚げ棒売らしたりとかね、セットにライターいかがですかとかわけわかんないこと言わして、でもまあサラリーマンとかもまんざらじゃない様子でしたよ。はいね、こんなの今撮られてみ、相当引っ叩かれるよ。はあ、でまあ雪が一回積もった日はね、店内で雪合戦をやったりとか、はい、これもう多分今やったら炎上するでしょうね。まあ店内で雪合戦やりましたね。まああんまりお客さん来なかった店なんで、うち、うん、で挙句の果てにはですよ、お客さんが不要ですって言われたのレシートね、レジのあそこに置いてったレシートを集めて店内で焚き火しましたからね。はい、もうむちゃくちゃですよ正直。今でやったらまさにバイトテロって言われるようなレベルのやつでしょ、うん、で昔からそんなの僕らの店だけじゃなくて、僕の周りのね、友人関係っていうか、そのこうなんていうの、知人たちも同じようなことやっぱやってたっすよ本当に。まあ K 君だけど、それもまああの買い、あの宅配専門寿司ね、の厨房っていうか、そのなんか中で作る人で働いた時は、まあもうあの機械の隅とか床に落っこちたね、床のべちょべちょの床に落っこったシャリとかね、またシャリのマシンに入れて使っちゃってたりとかね、そういうやつもいたし、 K 君ですけど、もうね、わさびの分量3倍ぐらい間違えて入れちゃって、ね、そのまま出しちゃったりとかね、それはまあレベル低いけど、まあでもいろいろやっぱみんなやってたんですよ昔から、うん、だからなんだっていうか、別にそれが偉いとかそういうわけじゃなくて、だからまあ僕が言いたいのは今回ね、その今の若い子たちは「てんてんてん」とかねよく言うけど、大人たちっていやそんなことないよって昔からあっただけで、ちょっと時代のね、取り巻く環境が変わってるだけでね、昔からあるし、下手したら昔の方がひどいことやってたじゃないかな、時代もラフだったしね、うん、でもその時だって最近の若い子たちはって言われてたわけじゃないですか。だからなんかあんまり今の子たちにね、若い最近の若い子たちはとかね、なんかそういうセリフ言うのやめた方がいいんじゃないのっていう、結構子供たちってそのセリフストレスですからね、うん、俺マジで嫌だったっすもん。最近の若い子たちはとかね、なんかその根性がねえとかよく言われたんですよ。最近の若いやつら根性ねえなみたいな。いや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 っていうね。うん、昔から根性あるやつはあるし、今の時代だって根性あるやつはあるんだよ。で昔から根性ないやつはないし、今の時代も根性ないやつはないんだよ。変わんねえよそんなのっていう。多種多様の人間がいるし、なんかその一発っていうか、その本当に氷山の一角だけを見て、今の若い子たちはとかね。そういう風に言うのって俺すげえ浅はかだと思うし、なんかうざったいっていうか失礼だと思うんですよね、うん、若い子たちに。だからなんかもう今の若い子たちはっていうセリフやめにしませんっていう、そういうお話でしたね。というわけで僕の昔のまあ知ってるバイトテロの話を引き合いに出してちょっと話にしました、うん、まあ俺じゃなくて K 君だからね、うん、ほんとどうしようもないよ、うん、本当にねどうしようもないマジで。ただ最後に K 君唯一コンビニでこれはやべえ、もうほんとこれ やばかったっていう話は、まあいつも来るね、ほんちょっと敵じゃないおじさんがいたんだけども、
めちゃくちゃ怖いんですよ、そいつ。めちゃくちゃ怖いんですよ。もうタバコ頼む時もめっちゃドス聞かしてこい、ルーみたいな。セブンスターみたいなね。そんな感じで、もう、もろ、もう外形ももろなんですよ。で、まあ、まあ、あの、地元のコネクションで聞いた話、やっぱり本職の方なんですけども、セブンスターみたいなね。そいつがね、唐揚げ棒つって唐揚げ棒頼んだんですけど、で、僕はまあ、唐揚げ棒、はいつって、フランカーから出して、やったらね、唐揚げ棒がなんか劣化してたんですよね。唐揚げ棒がなんか劣化してて、台から出した瞬間に、串からね、ポロッポロッポロッってね、こぼれ落ちたんですよ。剥がれ落ちて床に落っこっちゃったんですよ。ラスト一本の唐揚げ棒。たまー、これ、やばい、やっちまったーと思って、で、パッと見たら、その、セブンスターのね、唐揚げ棒の本職のおっさんは、なんか後ろ振り返ってたんですよ。ラッキーと思って、もうすごい手さばきで、串さばきで、もう落ちたあの唐揚げ棒をこうやって、パンパンパンってやって、シュクシュクシュって、お待ち遠さまですつって、ことなきを得たっていうね。あれ僕のコンビニ人生の中でも結構窮地に立たされた瞬間でしたね。パンパンパンやって入って出した瞬間にもし見てたらね、おめえ何やってんだって絶対なるじゃないですか。うん。新手のヒットマン系みたいなね。唐揚げ棒タイプのヒットマンがいいみたいなね。そんなこと言われちゃうやつもたまったもんじゃないし。いや、まあ窮地でしたね。まあ、その本職の方知らずにね、床に落っこした、あの劣化した唐揚げ棒を食ったんでしょうけども。へへへ、ざまあ見ろ。まあそういうこともありましたよ。うん。だから日々なんか戦いですね。はい。というわけで話が脱線しそうなんで、とりあえず KTC 放送局の健太店長でした。あ、筋肉にいいブログをね、動画の概要欄に URL 載せてますんで、ぜひチェックしてみてくださいね。大きい腕を作るには僕のブログを見ればきっと大きい腕を作れます。作れマッスル。はい、さよなら。